我が輩についてくるんだにゃ。人間は目に頼りすぎだにゃ。楽園に来たばかりの頃、君が口にした願いを覚えてるかにゃ？
それにゃ、その願いを高く掲げれば黙示録は君のために開かれるのにゃ。にゃっにゃっ。にゃん、ここのはずにゃんだけど、道はどこにゃ。とにかく今一番叶えたいことを考えるのにゃ。愚者は混沌の海を渡り、黙示録でタロットを集める。そして黙示録はそれに願いを叶える力を与える。黙示録にはそのように記されてるにゃ。の旅は始まったとはいえ、タロットはまだまだ混沌の海に散らばっているにゃ。我が輩が守ってきた世界も君に託すにゃ。あの世界に戻って君の願いを叶えるために必要なものを見つけるにゃ。運命の輪の力を。我が輩はただの留守番にゃ。あっちに行った後のことは君の仕事にゃ。文句でもあるのかにゃ。我が輩の居場所はこの楽園にゃ。何か問題でもあるかにゃ。もう一回言ってみるにゃ。
ってきたかにゃ。愚かな人間よ。人間の時間概念で我が輩を推し量るでにゃいぞ。それとにゃ、猫ちゃん猫ちゃんっていつまでそんな失礼な呼び方をするつもりにゃ。覚えてにゃい。久しく呼ばれてにゃいから忘れても仕方にゃいぞ。まあ気にするにゃ。君が名前をつければいいにゃ。うんにゃ。それでいいにゃ。混沌の海には力の源が散らばっているにゃ。それを感じて自分のものにするにゃ。今の君ならできるはずだにゃ。なかなか飲み込みが早いにゃ。いや待て、赤？にゃんと、あれは最悪だにゃ。いやはやいやはや、楽園のこんな近くに出現するにゃんて。あれは最悪。混沌の海で最も恐ろしい存在だにゃ。魂を持たにゃい。それゆえに意思疎通も図れにゃい。いくら力を吸収しようが満たされることもにゃい。あいつらが楽園に攻めてきたら大変なことになるにゃ。あ、それもそうだにゃ。それじゃぼさっと突っ立ってにゃいで早くやっつけるにゃ。すごい。来な。
よしよし、みんな無事だね。あんた、マイサの面倒を見てくれたんだろ。恩に着るよ。姉御、挨拶してる場合かよ。君の悪いところだぜ、まったく油断ならねえ。うほんうほん、ね、猫？猫が喋った！引っかかれたいのかにゃ。ファカールは動物が苦手だからね。君も引っかかれたいのかにゃ。あたしらを導いてくれてたのはあんただね。礼を言うよ。あたしはラビア、しがない傭兵さ。こっちはファカール。ふん、ちゃんと礼儀をわきまえている者もいるようだにゃ。あの怪物、最悪っていうのかい。あたしらの共通の敵ってわけだ。我が輩の眠りさえ邪魔しなければ別に構わねえぞ。よし来た、取引成立だ。